戸氏は日本の氏族。一戸氏は南部氏族であり、南部氏初代、南部高校の長男、行朝が諸氏だったため家督を告げず、一戸郷を領地し、野田にその子、義実が、建長年間に一戸城を築いて、本拠として、額延郡南門を騒乱した家として知られる。一戸南部氏の本拠は、馬淵川中部の一戸郡で、累代一戸城にて直し、南北朝期以降、多くの分流を生じて、岩手郡や、平川筋の地頭になっているものや津軽郡方面にも、分流が出て、累代の生計や、事績や本末は極めて錯綜しており、それを分別する資料が少ない。一戸氏の分流のうち、岩手郡の北部に入って、地頭となったものに、荒木田氏、平舘氏、依木氏、堀切氏、平川筋には千徳氏、八木沢氏、津軽石氏、光景氏、根井沢氏、光景氏、九戸郡東部には野田氏、平口氏、種市氏、鹿角郡には長牛氏、谷内氏、津軽郡には中村氏、浅瀬石氏、十二足などの各氏を輩出した。そのうち、荒木田氏、長牛氏、中村氏は、明治2年にいずれも、本姓の一戸氏に服した。一戸氏の着流は、甲斐の南部領を所管していたが、南北朝期に衰退してしまった。また、室町中期に至って、平郡の野田、千徳に一族が分布していたが、この時の一戸本城の事績が不明になっている。一戸氏着流は、代々一戸本城にあって、遠江守大曽は合するのが例であったが、一戸氏の着流ではない一戸五郎公、久氏の後院と称する岩手郡の一戸頭の者が、元亀天正中の一戸城に入城し継いでいた。第24代南部家当主である三戸南部氏の南部、春政、並び南部一族の有力勢力、九戸氏の連合と石川信直を名手とする南長吉、北市街の連合の間での南部一族内の対立において、天正9年9月、城主一都政連と政連の子一戸出羽は、実弟の平舘正法によって討ち死にした。これは、九戸正美の扇動によるものとされている。後に、第26代南部家当主となった南部の信直は一戸城を攻めようとして、北市街の次男、北周愛を城主として配し、天正19年の九戸正美の乱では籠城して、九戸市側の野襲に耐えた。乱の翌年、文禄元年、豊臣秀吉の命により一戸城は廃城となった。一戸氏分家筋である、一戸実富は、九戸正美の乱に際して、九戸市側に属し、秀吉の奥州妻子隠岐軍から首謀者の一人として、栗原郡三笠まで誅されて滅亡した。南部高校の諸長男一戸行朝の所流、一戸五郎公、久氏を遠祖とし、岩手郡荒木田村を領地し、在所により荒木田五郎を称したという。家伝は散逸してその後の世代は不明。荒木田郷は七次梁山峠をもって二戸郡に接し、浄法寺に越す要所であり、額延の南門を所管したものであった。平舘氏一戸五郎公、久氏の後院と称し、春政の時、岩手郡、平舘村田頭村、平笠村を領地し、平舘城にて、一手氏とする。一都政連を殺害した、実弟の平舘正法は、信濃守とも、沖上とも称される、郡内では屈指の勢力下であったが、天正9年9月、平舘氏滅亡後に、信直が三戸南部氏を相続するに至って、浪人したのは、信直の三戸宗家相続に反対であったためと言われている。信濃守正法の次男、平舘兵庫正俊は、南部の信直も出仕した尾足軽頭を務めたが後に、収録され、三男、義豊の子八大助義勝は、平舘氏を称し、花巻に出仕した。堀切氏一戸摂森義美流と称し、岩手郡、堀切村を領地し、市としたが、世代の伝えを失っている。天正19年、九戸正美の乱の際、平舘氏も、堀切氏もその名は見えなく、三滅ぼした後のようである。依木氏一戸五郎公、久氏の後院と称し、信直に仕え、岩手郡荒寄木村を領地し、市とする。三子南部11代井を守る信長の承服の子、信次が一個家に入り、初めて旧古郡の太政に居住したと伝えられ、天正10年一個、薩摩守正義の代に、野田氏と称した。野田城は、古館と新館と呼ばれる館跡があり、古館の当初の館主は、暦応元年に、一戸実朝の後を継いだ親継ぎとされ、野田氏の来住は、永正年間頃と言われ、戦国末期には旧古郡南部の有力都合に成長した。慶父一子彦太郎。行朝。一子摂津守。義実。坊左近城義満。真実。左近城。実朝。南部伊予守。親継ぎ。宮地の源左衛門野田利練家。野田伊予守。新制行則。薩摩守。義行。左近城。則親。薩摩守。則光。家紋助。行親。源左衛門。義親。左近城。義次。薩摩守。正義。家紋助野田角蔵野田半左衛門や。直親。近政野田八右衛門。親清。源左衛門親邸。親春源七郎。正親、左近、香道八右衛門、長政、野田柴家、天前野田利右衛門、源左衛門親長親常佐一助、親部正幸、家紋、助野田半九郎や親、上近士順、利左衛門の親、父、野田貞右衛門や右衛門、親高親、坂井正武、源左衛門、一左衛門親、小安左衛門や右衛門半右衛門、親栄新親正持、むつみ、親、広志伊予、利右衛門近興清信渡る太夫、親正親順、親持、旧古郡種市村に600石を賜りしとする。蛇口市旧古郡、平口村に十数。天正17年、同郡蛇口村に開地を賜り、種市氏から税より、蛇口氏を称する。一個家紋助忠行着流家分、信直より三個郡米。田村一円を与えられしとする。文紀3年、南部神事は一個家紋助忠行次男、一個、信濃守正秀を、平郡の取締りとして起用し、平郡千徳村を賜り代々千徳村千、徳間に従するも、着流子孫、天正の頃に至りて滅亡、絶家する。天正10年以後は、伊予守行を祖とする子孫が居住として千徳間に居城した。平郡津軽石村に、もての市とする。平郡、八木沢村に居住。平郡越凪村八木沢村尾萌村を賜り、越凪城にいて市とする。平郡、根井沢村に、もての市とする。数の郡長牛村を、浅瀬石村を賜り市とする。一戸節津森義実の孫光綱が、弘安3年3月、津軽中村に700石を賜り、中村の祖となった。慶父、石川高信に、津軽にて仕え、浅瀬石村を賜りしとする。慶父、一個家紋助、忠行。一戸八郎千徳伊予守一個五郎一個八郎。義行幸重公、久志行政。千徳坊浅瀬石安、芸守。坊。右近。長忠。清左衛門。義富。神左衛門正俊、長治浅石次郎左衛門。文衛門義及び、長久、長子浅石次左衛門。清志郎、長義美。清志郎義貞、長健。清左衛門、長久。清左衛門、長茂。ありがとうございます。